なんかだんだん、てか、毎度毎度カレンちゃんがみんなことをよく見ている。嫌いどころか、みんなことが好きなんじゃないかっていうエピソードがどんどん出てきよんな。それから僕は時々二階堂さんに絵を見せてもらうようになった。ベンチで一人、絵筆かな？を動かす。二階堂さんに近づいて、制作中の絵を覗き見る。キャー、エッチ。僕は二階堂さんの絵がとても好きだった。二階堂さんのものの見方は、ボードに通っているように思えたから。一歩を引いた場所から全体を見ている。かと思えば、対象の心の中にまで入り込み、鋭く本当の顔を描き出す。みんなに近づきたいけど、うまく近づけない。だから遠目からずっとみんなことを見つめ続ける。じっと見ているうちに、やがては心の中まで見えてくる。二階堂さんの画風はそんな風に完成したのだと僕は考えていた。そのカレンちゃんがみんなのことを見る目もすごいけどさ、そのカレンちゃんがさ、ここまで人のことをよく見ている人物だと見抜いたリンちゃんもすごいなと思うけどね。二階堂さんは本来もっと明るく情熱的な人なんじゃないだろうか。彼女の絵を見ているとそう思うことがある。普段はクールな二階堂さんだけど、描き出される絵には感情の揺らぎのようなものが生じることがある。悲しそうな時もある。嬉しそうな時もある。苦しそうな時もある。喜んでいる時もある。そして桜井君を描く時の二階堂さんの筆の調子はどこか浮き足立っているように思えた。京介君に何か恋をしているかもしれない。なんだ？強い思い入れを抱いている。何なのそれ。僕が神谷君に感謝しているように、二階堂さんも僕をここに連れてきてくれていた桜井君に強く感謝しているのかもしれない。いや、もしかして二階堂さんは桜井君に。マジで？クールな二階堂さんにそういう一面があるなんて。僕はちょっと嬉しくなって笑ってしまった。マジで。どうかしたの、影山くん。私、何かおかしかった？何もないのに突然笑い出すのはちょっと気持ち悪いよ。ごめん、邪魔して。そうじゃなくて、今日は二階堂さんの調子が良さそうだから、こっちまで嬉しく。その時、僕らのもとに声が届いた。ねえ、京介、今度の日曜日なんだけど、映画一緒に見に行かない？わあ、デートに誘ってる、ゆうちゃん。大胆だな、君は。ははははは。これ映画館の暗い中でちょっと手つなぐやつだな、俺。狙ってるな。わ、ハート出てきちゃったし。ははは。パンケーキ食べたい、パンケーキ。だ、夢ちゃんやない。もう絶対デートやん、これ。絶対デートやん、これ。桃野さんが桜井君をデートに誘っているようだった。桃野さんは感情が表に出るタイプで、僕や二階堂さんとは振る舞いが正反対な人だった。僕もあんな風に生きることができたら、それはともかく。僕はちらりと二階堂さんの表情を見た。目の前であんな光景を見せられて平気でいられるのだろうか。二階堂さんの表情はクールなままで、内心を読ませない。相変わらず描いた絵の中以外のところでは、感情を見せてくれない人だった。芸術家やな。芸術家が自分の描いた絵に感情を出させるって感じだ。それにしても、子犬の映画あれ？気をつけ。ねえ、
気をつけ。ちょっと待て。ゆうちゃんは二人きりで挑みたいのに、三人目を呼ぼうとしてる流れじゃない？気をつけ。気をつけ。桜井くんからの呼びかけに、二階堂さんは目を上げる。彼も確か犬が好きだったよね。気をつけ。よかったら気をつけ。一緒に見に行かない？気をつけ。お前は空気読めないのか、お前。その時、僕は確かに見た。二階堂さんの目に嬉しそうな光が一瞬よぎったの。え？だけど二階堂さんは。いいえ、私は行かないわ。多分これはあれやな。ゆうちゃんが京介くんのことをデートに誘っていると分かってね、空気を読んでね、やめておこうってしたところやな。それは俺は分かるぞ、カレンちゃん。言いたかったかもしれんけど。うん、二人きり。多分ゆうちゃん、この中でもさ、ほっとしただろうね、ゆうちゃんは。え、なんで気をつけ、誘うの、カレンちゃんのこと誘うのみたいな感じになったんだけど、カレンちゃんがこう断ったからね、ほっとしたね、二人きりだね、よかったね。ええ、ごめんなさい。二階堂さんは、桜井くんの誘いを、すげなく断った。気を使ったのだと思う。桜井くんと二人きりで映画を見たいと思っているであろうモーさんに、そうやな僕はしばらくしてから二階堂さんに聞いた。いいの？二階堂さん、桜井くんと映画行きたかったんじゃ。さらっと KY だったもんな。京介くんさらっと KY だったけどないいえ、映画には興味がないの。本当に？ええ、本当よ。二階堂さんはうなずきつつ目を伏せた。それに私なんかがいたら、せっかくの楽しい外出が台無しになってしまうわ。そう思ってしまうタイプのなん、うん、二階堂さんは自分に自信がないようだった。そうなんやな、ネガティブなところあるんやな。自分なんかが人と一緒にいてはいけない、そう思っているらしい。勇気を持って手を伸ばせばもっと近づけるのに。でもそれは哲くん、君に対しても言えることだぞ。二階堂さんの周りにはもっと人が溢れていてもいいはずなのに。僕は自分のことを棚に上げ、二階堂さんに歯がゆい思いを抱いた。自分を見ているようですごく心配だった。二階堂さんがもっと自信を得て幸せになるにはどうしたら。その時行くと、僕の頭に一つの案が浮かんだ。案って何？こしあん？つぶあん？二階堂さんは自分の特技を活かせる場所に所属すればいいのではないだろうか。美術部。神谷くんが僕を会計の役職に据えてくれたのは、そこが僕の観察力を一番活かせるポジションだと思ったかららしい。自分の能力を活かせる場所を見つけたことは、少なからず僕の自信になっていた。二階堂さんにもそういう場所があれば。美術部？私が？僕はある日の放課後、教室に残っていた二階堂さんに、美術部に入ってみたらどうかなと提案した。悪ないんじゃないかな。きっと二階堂さんくらい絵をうまく描けるのならば、先生や同じ部活の生徒に褒めてもらえる。そうすればそれが二階堂さんの自信になるはずだ。二階堂さんは自分の絵をうまいと思っていないようで、最初は入部に消極的だったけど、熱心に進めるとうなずいてくれた。わかったわ。よくわからないけど、影山くんがそこまで言うのなら、きっと深い考えがあってのことなのでしょう。入るの？私、美術部に入ってみる。他は人間の輪はちょっと広がっていくかもしれない。あれ？カレン、まだ来てないの？カレンちゃん、最近美術部が忙しいんだって。ほうほう。しばらくの間は来るのが遅くなるって言ってたよ。
そっち頑張りようやな。二階堂さんは美術部に入ってから屋上遊園地に来る時間が遅くなった。二階堂さんの絵を眺める時間が減ったのは残念だけど、僕は嬉しかった。美術部の活動に熱中し、コンクールでの入賞を目指している。それはつまり、二階堂さんが僕の絵にそれだけの価値を、自分の絵にそれだけの価値を見出したということだから。頑張れ、二階堂さん。僕は屋上でそう願っていた。そうして、それから3ヶ月後、シーン変わるね。え？何？これはよくないタイプの絵じゃない、それ。受賞作品が張り出されていた。うん。コンクールに入賞したのは僕のクラスと山本さんという生徒で、二階堂さんと同じ美術部員だった。かなり大きな賞を獲得したようで、学校でも話題になっていた。祝福ムードに包まれている教室。けど、僕はその絵を前にして、ひどい違和感に襲われていた。ん？張り出された受賞作の画風は、二階堂さんとひどく似通っていた。え？どういうこと？タッチは巧妙に変えられていたけど、その世界の切り取り方は間違いなく二階堂さんの。え？盗作？的な？あれは、二階堂さんが描いた絵なんじゃ。なんか美術部の中でなんかいらんあれがあるんじゃないよ、お前。放課後、早めに屋上遊園地へと行くと、二階堂さんはすでにそこを訪れていた。いつもと同じ調子で、彼女はベンチで絵を描いていた。何事もなかったかのように。ねえ、二階堂さん。山本さんの絵って、あれ二階堂さんが描いた絵だよね。そう聞くと、二階堂さんは最初は首を横に振った。けど、何度も問いただすとごまかせないと誘ったのか、ついに彼女は代筆を認めた。ええ、そうよ。あの絵は私が描いたの。みんなには秘密にしてね。なぜだ？どうして？どうして二階堂さんが描いた絵で他の人が受賞するの？頼まれたから。頼まれたからってなんだお前。お金もらったんか、お前。頼まれたからって。でも二階堂さんは悔しくないの？本当は自分が受賞者になれたのに、それを譲るなんて。私の絵で役に立てたのならよかったわ。まさか本当に受賞できるとは思わなかったけど。そんなことでいいんか？そんなことでいいのか、美術部。二階堂さんの口調からは悔しさや落ちさはまるで感じられなかった。自分が栄光を獲得することなんて最初から想定すらしていない、そんな口ぶりだ。なんでだよ。二階堂さんが納得していて山本さんと話がついているなら、僕が口を出すことじゃない。でもせっかく二階堂さんが自分の能力を認めてもらえる場所を見つけたと思ったのに、これじゃあ何も意味が。こんな風になってほしくて僕は美術部を進めたわけじゃ。影山くん、あの絵を見てどう思った？ん？え？おお、カレンちゃんが珍しく感想を聞いてきたよ。あの絵、影山くんの目にはどんな風に映ったのか聞かせてほしいの。二階堂さんは相変わらず感情を読ませない目で僕の瞳を覗き込んでいた。真剣に僕の感想を求めているようだった。二階堂さんの行為の是非はともかく、あの絵の評価を聞かれたのなら、すごくいい絵だと思った。今まで見てきた二階堂さんの絵の中で一番。うん、二階堂さんの最高傑作だと思う。うん、そう言うと二階堂さんはクールな表情を少しだけ崩し、
屈託なく笑った。照れてる。実は私もそう思っていたの。じゃあなんで人に譲るん。なんなん、裏で陰湿ないじめ受けてんのか。お前は二階堂さんの笑顔を見て分かった。二階堂さんは人のためなら自分を完全に殺せるどころか本領以上の力を発揮する人などだろう。お、それなのに対価を一切求めようとしない、その発想がない。影山か。二階堂さんは首をかしげた。どうしてそんなに悲しそうな顔をするの。誰も傷ついていないんだからいいじゃない。でももっと自分を出してもいいんじゃないかなって思うんやけどな。その発想すらないんやな。ちょっとそれを見て哲くんはちょっと悲しく見えてくるんじゃないかな。よくない、よくないよ。だって二階堂さんが傷ついてる。僕だって人のために何かをすることはある。気を使うし、できるだけ限り優しくする。でもそれは優しくした分、僕も誰かに優しくしてほしいからだ。打算と言われてしまえばそれまでだけど、でも僕は正直自分が間違っているとは思ってない。人は誰かを頑張っ、何かを頑張ったから頑張っただけの対価を求めなきゃいけないんだ。差し出すだけじゃどこまでもすり減って、いつか何もなくなってしまうから。二階堂さんは困ったように笑った。影山君は優しいのね。違うよ、僕が優しいんじゃない。二階堂さんが悲しいんだ。うん、二階堂さんは絶対に間違っている。僕はそう確信している。でも心のどこかで二階堂さんの悲しさをかっこいいと思っている自分がいるのも確かだった。かっこいいか。人のために何かをするというのは本質的にはそういうものなのかもしれない。自分を全く考慮に入れない悲しい強さ、それがないと成し得ないことはきっとある。いずれそれが必要とされる場面に遭遇したとき、僕は二階堂さんと同じ選択ができるだろうか。まさにこれが選択できなかったからこういう流れになって多くの回想が終わった。あ、こっからかな。こっからちょっとまずい方向に走っていくやつじゃないかな。ああそうだ、思い出した。二階堂さんは昔から人のために自分を犠牲にする人だった。自分のためには全然一生懸命になれないくせに、人のためなら自分を試みることもなく本領以上の力を発揮する。それが二階堂カレンさんという人だった。ああユリアちゃんの回想の時とはまた違うカレンちゃんが出てきたんやな。新しいカレンちゃんを見つけた感じ。影山くん近づいてきた。ねえ影山くん、急にどうしたの。近いな。あ、ごめんちょっとぼーっとしてたみたい。記憶の回路を終えて我に返ると、二階堂さんが心配そうに僕の顔を覗き込んでいた。ちょっと考え事をしてて。言い訳しながら二階堂さんの顔を見る。記憶を一部取り戻したことで僕はさらに強く確信していた。二階堂さんは決して犯人なんかじゃないと、二階堂さんがこうしているのは誰かのためなのだと。ところで影山くん、さっきの話のことだけど。ああ桜井くんに私を。これは殺せんな。まだ下隠しにするパターンかな。ごめん、それはできないよ。誰かの書いた筋書きの中で悶々としている自分はもう嫌だった。目を見開いたな、カレンちゃん。僕は身を翻し、
二階堂さんの元を離れた。逃げるようにスクランブル交差点から離れ、僕は息を整えた。これから自分がどう動くべきかを考える。考えろ、考えろ。ここからロークの想定を突き崩すには、僕はどう動けばいい。一人苦しんでいる神谷くんへの助けになるには、どう動けばいい。二階堂さんにあんな真似を止めさせるには、案はいくらでも浮かんできた。自分を試みるのを、顧みるのをやめた途端に、身の安全を前提条件か取り除いた途端に、やれることは爆発的に増えた。よし。もうリミッター解除したんやな。まずはこの場を引っ掛け回してみよう。ホテルで眠っているみんなを起こして、スクランブル交差点に集め、モニターを見せる。みんな驚くはずだ。戸惑うはずだ。ロー君が犯人じゃないなんてと。場に混乱が生まれれば、道筋だってその分増えていく。ロー君や神谷君、二階堂さんには見えていない道が見えてくるはずだ。そんなことをすれば、僕はおそらくロー君に狙われるだろう。殺されてしまうかもしれない。でも、いいんだ。それでいいんだ。僕はこれまで自分を一番大事にしながら生きてきた。それは間違ってはいない。けれど、きっと正解でもない。友達のために、みんなのために、僕は自分を駒として使う。ああ！先にやられた！ローだろ？先にやられてもだ。妙な感覚が上着腹に走った。数秒遅れて熱を感じて、やがてそれは痛みとなった。僕は刺されたらしい。それだけが分かった。お前は少し知りすぎた。ただの雑魚かと思えばこれが油断な。うわあ。こう来たか。声はロー君のものだった。彼はきっとモニターに情報を映しながら二階堂さんと会話している僕を見つけ、今後の邪魔になると判断したんだ。死ぬのは怖くなかった。それは覚悟してたことがあったからだ。ただひたすらに残念だった。もっと早く決断できていれば、僕は自分の命を友達のために使えたかもしれないのに。僕が勇気を出してさえいれば。ああ、そういうことが、神谷君を助けることが、どうなるんだろうこれ。これやばいんちゃん。次の探索で鉄くんが死んどるところを見られたら、みんなどういう不協和音を、ここで終わるんか。あ、ここで終わるんか。でもそんな感じになるような。